はい、4時迎えました。早かった、4時間経ちました。もはや。まあ、引き続き頑張りたいと思います。残り20時間。やれるときやるぞ。はい、行きましょう。まあ、妖怪ガシャいけるようになったんで、もしこれでね、ん?おい、そういう感じ?こっち歩かせてくる感じね。ちょっと陣形整えとくわ、ちょっと一回。妖怪入れ替えで。これ陣形ここで変えとくわ。バトルメンバーね。ちょっと待って、待って。ん?待ってよ。妖怪で、バトルメンバーで。OK。これで今横つなぎにしておきますね。横つなぎなら強いんでね、これ普通に。てか妖怪少ねえな、俺。我が軍少ねえぞ。押していこう。もうちょっとしたら多分ね、メダルもらえると思うんやけどな。銀行いけるようになると思うんやけどな。お、リッキー。お、光る。リッキー。ダムーン。ちょっと来てくれよ。さて、みんなで遊びましょうか。まあ、妖怪が介入してくる。はーい。光るだ。よろしく。へへへ。お、誰誰?お、イザベラ。かわいいな、イザベラ。はい、私、イザベラ。よろしく。あ、キャリー、絶対もう妖怪取り憑かれてるわ、これ、もうすでに。同じ学校に行くんだろ?うん、多分そうだと思う。やった。同じクラスになれるといいね。やつやなしよ、お前。ほんま。どいたどいたー。誰誰誰?あー、こいつは!おった。ちょっとライバルっぽいやつやな、これちょっとなんか。いてててててあ、マック、こいつがマックか。大丈夫?おう。もちろんさ、シシシ。マック?ああ、マックは僕たちのクラスメイトとってもすごいやつなんだ。へえ。みんなで暴走自転車レースやろうぜ。なんか面白そう。うん、ちょっと気になるかも。おリーダー的存在なんですね、みんなの。よろしく。お、怒っとる怒っとる怒っとる。あ、こいつ仲間外れする気や。友達握手するんじゃ。おいおい、こいつふざけとんな。いや、俺とお前まだ友達じゃねえし。え?うわ。仲間外れや、これ。うーわ、仲間外れ来ましたよ。いじめやで、これいじめ。ふざけとんな、あのマック。痛い見さすか、ちょっとあれ、妖怪取り付かし、妖怪取り付かせてな。とりあえず、君の手が耳の手行ってみましょうか。あやつおるんやって、ああいうな、ふざけたやつな。転校生にちょっと人気奪われるのが嫌やからってな。ああいうふざけたことしてくるからさ。ほんと嫌になっちゃうよね。よし、じゃあ、港行きますか。あんな雑魚ほっといてね。あんなマクドナルドほっときますわ。よし、行こう。ブブブブブンブン。広いな、やっぱマップが。横落ちて無駄にマップ広いよな、ほんま。でも結構いろんなところにさ、いろんな要素があるからさ、実は隠し要素みたいなのが多いもんな。お茶ゲビス。それにしても大きな船が止まっていますね。さて、行きますよ。あのでっかい船一体どんな人が乗ってるんだろう。てってんてん。お!お嬢様みたいなおるぞ。お嬢様みたいな。おるな。羊?後ろは。あ、ここだ。ジバニャー!絶対お嬢様やんな、これ。あ、目が合った。あ、お嬢様やった。ふふふ、ごきげんよう。もうそのままやん。ポケモンとか出てきそうやな、これ。おほ、ジバニャ、惚れても取るやん。あいつ、ほんますぐ惚れるな。すごく綺麗な人だったな。ヒカル君どうしましょう?顔真っ赤ですよ。なんでもないよ。ほら、もっと近くで船を見てみよう。あのお嬢様は多分なんか出てくるっぽいな、後から。お船乗り、お前、ポケモンとか出てきそうな船乗りやんけ、完全に。船員。何じゃ、何やねん、この顔、ほんま。おい、少年。すっごく大きい船ですね。おい、グルトだろ。この船初めて見ました。他の船見てみるにゃん。ねえ?おーし。かなりポケモンっぽい感じしたな、匂いがな。これは、特徴的な頭は。何何?え?どうしたどうしたどうした?あ、こいつは懐かしいゴーダさんゴーダゴーダお前また来たんかおお、君は光る捜査官。まさかこんな場所で会うとはな。どうしてゴーダさんが USA に
ほんで東京ってはるばる USA まで言い方できたのだ。やっぱ半端ないなお前ほんま。はあ、言い方どんな対応してんですか。あとウォンテッドよかって。よくぞ聞いてくれた、さすが光捜査官だ。ウォンテッドよかとは日本よりも広いこの USA で悪さを働く凶悪な妖怪たちだ。まあ要するに日本にいた致命手配の USA 版ってわけですね。悪いよか捕まるのも俺の運命、そのためなら USA になってくるさ。かっこええな小田さん。そしてまた君と出会った、これもまさに運命だ。よって君をウォンテッド妖怪専任捜査官に任命する。え、ウォンテッド黒の節かっこええな。ウォンテッド妖怪もでも仲間できんから嫌やな。なあ、仲間できていいけどな、ウォンテッド妖怪も。まあでも俺はちょっと一日で全クリするんでね、ウォンテッド妖怪とはまあ用はないですね。じゃあな、ゴーダさん、バイバイ。入っていったよ。入っていきよったわ、あいつ。お、警察署行ってみましょう。警察署行きますよ。ピッ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 ピーピンピンピン。お、どっちから行く？こっちから行くか。結構な、マップ広すぎるよな。結構マップ広すぎるって感じやな。よし、行くぞ。市役所過ぎまして、まあ、できれば早くガシャ引いて強くなりたいんでね、あれなんですけどね。あと運河橋欲しいな、運河橋。もうワープしたい。ワープしてんだよ、俺はよ。運河橋でよ。おっしゃー、早い赤信号けど渡ります。無視して渡ります。渡ります。赤信号、みんなで渡れば怖くない。こっちか。ん？あ、行けへんのかい、こっちから。警察署。ありました、警察署。マップがもう早速広いな。おった、ごめんなさい、おなじみ。ゴーヨー。ゴーヨー。金持ちですか。おー、イガルズ君、混ざってね。早速俺もこの街についていろいろ調べてみたんだが、やはりこのセントビーナッツパークでも、バグでも、事件に溢れているな。本当に？ああ、妖怪たちが起こす事件や妖怪なら、解決できたの問題でいっぱいだ。よってイガルズ捜査官、君は頼み事も担当してもらう。あ、おなじみ来ました。頼み事詰めへんかったクエストが、あの、ストーリー詰めないやつとかもあるんですよね。でも結構経験値うまいからな、頼み事は。うん。オッケーオッケー。まあまあわかります、これ辺はね。うーわ、三つもめっちゃやん。メタンコやないか、これは。メタンコやん、ほんま。相変わらず強引ですね。ほんま、手口がすごいわ、ゴヨダさん、ほんま。キークエスト三つクリアしろと。とんでもねえな。ピピー。お、あった、まず。まず一個目。チャーリーとチョコレート工場やん。ミートしたことが失敗だぜ。もう一歩も動けねえ。なんかやばいですよ。どうしたんですか？ヘイボーイ、この街の平和を守るため。ミニチカラを貸してくれねえか。注文したのピザが届かず。お、ピザで。オッケーオッケーオッケー。もう一回するぜ。実は腹ペコで動けねえんさ。気持ちいいやな、ほんまこれ。全然届かねえんだ。オッケー、大変ですね。オッケー、ピザ行こう。ピッツァピッツァピッツァ。ピッツァ行くぜ。この街の平和、俺にかかってる。行こう。ナビしますか。はい、ナビしてもらいます。てん、ナビゲート最高。待って、プラスアルファで銀行とかでさ、多分なもらえる気がすんねん。今もまだ使えへんのかな、これ。銀行とかもういけると思うんやけどな。銀行とか使えるんじゃない、知らんけど。ちょっと見てみます。8日目でもらえる気がすんねん。郵便局な、郵便局やな。郵便局使えるなんて、使えるなんて書くんかな、それとも桃使えるんかな。8日目ならゲットできるようになったってことは多分使えると思うんですけどね、これ多分。雰囲気ね。雰囲気いけるとは思うんですけど、どうだお前。どうだどうだ、まだかい。そう。うぜえ。ただひたすらにうぜえわ。そう。まあでも書かれるんかな、郵便局解放されたらいつか。まあもう無視していきますか、じゃあ。で、8日2人しかおらへんからな、我。我は8日2人しかいませんからね。なかなか厳しいですよ、これ。厳しい世の中。でん、バテてもた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 。オッケー、ゴー。スタミナも少ないしな、こいつ。よいしょ。ピスタチオ、ピスタチオ。よいしょ。おー、光れたぞ、さっき。光れたぞ、絶対光れたぞ、さっき。いきまーす。3つって多いな。マジで。リザさん、まず、
1個目。ピッツァー。ピザーラお届け。おお、どうしたどうした。マルコ、めっちゃかっこいいやん、お前。ガッシバリ出てきそう。おでゆー、もう困ったな。どうした。おい、お客さんかい。すまないが、今ピザ売ってないんだ。どうしたどうしたどうした。え、ここピザ屋さんでしょ。焼き上がり納得いかなくてね。こんなんじゃ、へなへなベーコンだよ。おお、なるほど。ベーコン、トッピングのベーコンがカリカリに揚げれば、まんまミーアなピザになるんだけどな。なるほど。燃やすやつがいるってことか。どうやらトッピングのベーコンに相当のこだわりがあるようで、ウィス。こういうのしたね。こういうものはピザが買えませんよ。街の平和が。おう。ああ、ベーコンカリカリするよか、絶対おるな。いや、そんな都合のいいよかなんているわけござせんって。あ、カリカリベーコン、カリカリベーコン、どんな妖怪ねん。ベーコンカリカリする妖怪でしょ。何のための妖怪ねん、これほんま。誰も困れへんけ、別に。肉やで。大細かく言って、カリカリベーコン探そう。やばいな。もう、適当やな。カリカリベーコンって。すごい妖怪やな。とんでもねえ妖怪やな。とんでも妖怪ですな。でも、一個一個ほんま頼み事もしっかり長いからな、これ。マーケット、マーケット。カリカリベーコンゲットまで。もう少し。多分、まあ、戦闘ですね、このまま行くとね。お、あー、ベーコン。おー、うまそう、うまそう。姿変えてるパターン。なるほどね。あー、オッケーオッケー。あ、揺れと揺れと揺れと、さっき肉揺れとったやん、さっき。お肉揺れてましたよ、これ。あ、やっぱそうやったな。おー、いいね、カリカリベーコン。ペンペンペン。はい、ゲットー。カリカリベーコン見せた。すごい顔やな、お前。結構怖い顔しとんな。カリムカムカでみたいな感じかな。うるせえ、カリカリしてんだ。お前もカリカリしてるぜ。カリカリとはそっちも変わったわけね。怒っとるカリカリね。おーし、芝居だろか。いったれい。おー、みんなでね。はいはいはい。はいはい。オッケーオッケー。お、2倍速できた、これ。オッケー。カリカリ力アップ。へいへいへい。おらー、これ追撃めっちゃええな。いて、てらー。いいね。もう、炎体制マックスだから炎効かへんっていう、まったく。HP だっけ、こいつ。おい。オッケー撃破、オッケー。よっしゃー、結構敵がマジ強いっていう。おー、ゲレブルアップ、ナイス。もうジバニャンは絶対エースやと思う、当分な。こいつはマジ当分エースやと思うから、ほんまに。しっかり育成していきたいな。お前強いじゃねえかよ、カリカリカリ。俺と同じになりやがれ。お、いました。うん、カリカリベーコン。ありがとう、カリカリベーコン。お前、口の形すごいな、ほんま、お前。オッケー。カリカリベーコーン。カリベにしよっか。ちょっと可愛らしい名前でね。カリベゲット。オッケー。じゃがん。キー。ちょっとかば焼きさんみたいな感じもしたけどな、こいつ。やりましたね。お、妖怪スポットアプリ。まあまあまあ、これはもうおなじみのやつですね。オッケー。早くどうよ。ビザさん戻りましょうよ。オッケー、戻りまーす。多分勝手に多分セットされてますよね、多分あいつね。オッケー。よしよし、行こう。まあ、3体いればね、なんとかね、戦力的にはって感じ。まあ、まだまだ足りんけどさ。おっしゃ。頼みでクリアまで。もうちょっとやで、1個目。3つか、3つ長えな。お、こけたこけ、内緒内緒内緒。どこでこけよんねー。あの辺の3つはマジ多いな、序盤から。謎の、あれやんか。むずさというか、多さ、どうすればいいかな。ピザさんカリカリさせても、何より店内から容器を感じますよ。お？よーし。カリカリベーコン、ついになるやつがおるってこと、もしかしてこれ。クエスト9ね。はい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 、はい。クエスト9で入れろと。なるほどなるほど。
おなじみ謎の大佐ですね。これはってなんだっけ、ずかー忘れちゃったんですか。まあまあ謎に正解すると OK ですね。はいはいはい、謎って言い過ぎ。連れてくるとわかりません。わからないの、わかりません。まあまあこれはねおなじみですね。連れてきたらいいことが起きると。よし、まあこれはもう前と同じですね。やっぱきっちり前の要素もね受け継いでるのがいいですね。はいはい、このカリカリベーコンしか考えられへんな。カリカリベーコン、ベーコン、よいしょ、テン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 コン、オッケー、カリカリベーコンゲットまでもうちょっとだぜ。よし、でかい。まあこれでねカリカリにしてくれると、こいつはずっと追ってくれてね。まあでこれ多分店も大繁盛みたいな感じなんちゃう。楽勝でしたね。だね、ウィスウィス。よし、召喚だ、呼び出せ、よろしく、出てこい、行け、ボワンボワンボワン、オッケー、カリカリベーコン呼び出した。カリカリ、早速カリカリベーコンに事情を話してピザのベーコンカリカリしてもらいましょう。やってくれカリカリベーコン。ねえお願いがあるんだ。カリー、いや、やってるぜ。ありがとうカリカリベーコン、結構ええやつやな、あいつな、ツンデレやな、優しいぞカリカリベーコン。なんだ、だってもうえないベーコンのままさ。あれ、ああ、怒らせなあかんのカリカリベーコンも。なるほど、面倒な妖怪ですね。なんだカリ、温めるでカリカリカリ、お来たぞカリカリ変なやつぞ。じゃあこれできっと、お、急にベーコンカリカリに。どんなんやん、どんな妖怪やねん。ママミア、これならバッチリだ、どんどん店を焼くぞ。もうわけわからんけど、まあええわ。逆になんでいきなりカリカリじゃなかったのって話だからな。おっしゃ、ピザくれ、ママミア。あ、そうだった、君このピザを急いで彼に届けてくれ。ママミア、オーケー任せろ、最強化した美味しいピザを焼きまくるぞ。ちょっと食べちゃダメですからね、食べてー、カリカリピザ食いてー。カリカリベーコンってやばいやろな、めっちゃうまいやろな、カリカリのベーコン、ベーコンのカリカリうまいで絶対これ食いてーわー、食い足す、うん、食い足し食い足し。じゃあ警察のおっさん待っとけよ。ててん、パッパッパラパッパッパパ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 。あと2つですよ、タイミングごと。結構1個が長い、まずもう。結構長いんですよね。まあでも妖怪今3体か。あともう2、3体欲しいな。おう、この香ばしいベーコンの香、匂い、もういつにやってくれたな。チャーリーよろしく。プリーズ。ほらよ、食べとけ、チャーリー。ブクブク太れ、お前は。ブクブク太りやがれ。ワンダフル、早速いただくぜ。まぐ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 。俺も中行ってきちゃった。ぷはー、生き返ったー。やっぱりビザ最高だぜ、特にこのベーコン、カリカリビザ半端ねえ、ボーイ鬼切るぜ。これでよくパトロールに出かけることできるぞ。お、頑張れよパトロール。うん、こうしてこの街の平和を守るためのウェイです。一人の少年と一枚のピザによって、いや、おげつすぎでしょ。よーし、これで人がまた一人救いましたよ。いいことしたら、いい気持ち、お見事、お見事、ありがとう。結構経験値くれる。オーケー、いいねー。レベルアップ。ふい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 。大事だぞ、レベル。錆びてるよ。褒美しようかな、そういえば指輪とか。オールレッドボーナス来た。お、これでも真面目に生きる。スタート。ほっ。おー、しょぼー。衝撃時玉が一番上かよ。一番上とか、まあまあ、10あたりかよ。しょぼかったでー。まあ、妖怪メダルちょっとセットしてね、バトルメンバーに、バトメンに、こいつらに、薄ら影の、揚力型が、非属性のダメージを吸収して力アップする。おお、すげえ。今まで非動。ヘッドバット。カリカリモーニーン。装備しますか。素早さですね。揚力はいるから。素早さアップで。まあ、こいつ揚力ですね。こいつ揚力型なんで。これを、守りらんわ。守るせいで揚力に特化するというね。よし、行こうか。さーて、残りはどこだ、
ちょっと見ますか。クエストですね。ピークエがあと2個。おジャングルハンターの店長。あ、懐かしいジャングルハンター。いいんじゃないですか、おじさん。ナビゲートお願いします。じゃあ、行きます。あ、その前に一旦終わりましょうか。はい、じゃあ、とりあえず今回はこれで終わります。ありがとうございました。